ナルフです。こちらは。さあ今日は。もうね、皆さん知ってると思います。はい。はい、お、何の説明もいらない。味噌菌だ。これを食べていきたいと思います。はい。食べていこう。はい。まあ一周とりあえずして。はい。そうですね。あ、なんか書いてある。うん。まあ味噌味と。はい。ポーズですね。これ具材どうなってるかな、楽しみだね。ね、大丈夫です。じゃあ、開けていきましょう。はい、開けていきましょう。ちょっとね、俺はね、かなり期待してるよ。そうだね。お、あ、いいじゃん。やっぱね、うん、他のとどう違うかね。楽しみだね。まあまあ、食べていきましょう。よくあれだよね、動画とかでも前作ってたもんね。そうだね。いろいろやってましたね。うん。楽しみ。いやもう美味しくなかったら美味しくないって言うからね。ちゃんと線まで入れた方がいい、これ。あれはどっちでもいい。入れた方がいいよね、一応ね、線まで。あれ、そうでいいよ。結構多めに入れるんだね、これね。ここになんか書いてある、ね、白味噌とニンニクのうまみ広がるやみつきな味わい。ヒカキンプレミアム。味噌菌。濃厚味噌ですね。うん。はい、2と5分。お、これ、裏。裏は、こう、顔描いてある。ね、まだ。ほら。ああ。これは、いや、入れた方がいいね。ね、うん。なんか、書いてありますね。蓋の上で温めて、ください。はい。まあまあ熱湯入れてきたんでね、いいんじゃん。よし、いいかな。はい、それでは開けます。はい、お、じゃあお願いします。匂い嗅いじゃった、いつもの癖で。いつもの癖です。じゃあかき混ぜる。はい、一応あれか、上からちょっと、うん、こんな感じ。じゃあいきます。指かき混ぜて。メンマ、でも具材はね結構シンプルだよね。メンマとこの白いの何か分かんないんだけど、白ネギとかじゃない、ネギか。麺はなんか、あ、あー、なんか、あ、もうできてるわ普通に。お、色がね思ってるとちょっと違うな。はい、お、もうちょっと濃い色を想像してたけど。もやし、え、もやし、あ、もやし、これ、あ、この細長いのね、うんうん、これもやしだと思う。もやし、うん、じゃあ、入れる？入れます。色、白目だよね、やっぱ、うん、白味噌だもんね、ベース。あ、そうだっけ、うん、なんか牛乳みたいな感じかなと、そういうのが入ってるから、ね、クリーミーパウダー、はい、はい、じゃあこれでいい？の？いい？はい、じゃあ、じゃあ、いただきますね。いただきます。さあ、あ、うん、優しいです。うん、うまいね。優しい味噌の白味噌、白味噌だけかな、これすごい優しいよね。そうね、全然ツンってこないし、うん、うん、なんじゃない、味も少ないし、まろやかというか美味しいです。
うん、美味しいは美味しいな。うん、なんかまあまあ、なんか特にね、すごい変わった味とかそういうわけではないね。なんかそれを想像してたんだけどさ、王道ですね。うん、そう、王道だね、やっぱね。うん、うん、そうか、王道。まあ、いや、これはうまいと思いますよ。うん、クリーミーだな。うん、美味しいんだよな、すげえ美味しいんだけどな。その、やっぱちょっと、うん、変わった味に、うん、ね、今まで食べたことない味に期待しちゃったもんで。まあまあ、うん、そうか。うん、なんかね、とりあえずなんか同じこと言うけど、まろやかで優しい味。うん、うん、で、味噌なんだけど、本当に臭みとか、あと後味みたいなの来ない。来ないね。スンってあれね、スーって溶けるようになるかさ。でも普通の味噌ラーメンもないな、そういうの。うん、どうだろう。そもそもあんま味噌ラーメン食べたことないな。かもしれない。今気づいちゃう。うまいな、でも。札幌丸々だらけとかであるかもしれないけどね。うん。でも味覚えてない。覚えてない。うん。ちょっとこれ食べる前に他の味噌ラーメン何個か食べておくんだったな。そうだね。テレレレレそりゃそうだよ。マニア。マニア。ごめんなさい。カットだよ。ごめんなさい。いや、いいと思うよ、これ。ちょ、半分、半分、半分。半分かけて、半分。あ、そうだね。これはごまか。これが、ラー油。もう、あ、ラー油じゃない、これ。あ、ラー油だ。これを入れなきゃダメだよ。もうこれでもいただきます。あ、これでも入れてもいなくてもどっちでもそんなことない。変わる？うん、もうコロナいいよ、5類になったでしょ。飲んで飲んで。コロナ5類でしょ。いや、いいよ、いいよ。うん、え、うまい。そんな変わる？そんな変わった。変わります。あー、うん、メンマの食感いい。うまっ。あれ、もう、ほんと優しいだけだったんですよ。でも、風味。あ、すげえ。すごい、もう、ふほんって。うん。抜ける、うん。え、酸っぱいような味にちょっと変わった？うん。酸味か、酸味か。うん、酸味。なのかな。うん。入れた方が美味しい。うん、うん、あ、そんな変わるんだ。俺全部ちょっと入れていい？うまい。全部入れる。うわ、すげえ。これって辛いイメージあるけど辛くない？うん、ああ、なんかちょっと酸味があるかもしれない。担々麺だった？いつもなんか担々麺はいつもこう、うん、ね、そういう感じだよね。あ、そう、こういうのこれ入ってる。で、すごいごま、ごま入ってねえか。美味しい、それなりに美味しい。これ入れた方がいいです。うん、うん、入れてください。入れなくても、これは入れた方がいい。入れなくてもいいです。うん、けど入れた方が美味しいかも。うん、あと辛くないね。辛くないね。うん、うん、風味だけなのかね。なんかちょっと酸味ある気がするけどな。うん、気のせい。俺ってあんまりね、うん、味覚音痴だからね。味覚音痴なんで、うん、何でも美味しいで言っちゃうんだよね。そう、いや、でもこれ誰食べても美味しいと思うよ。誰食べても美味しいです。うん、はい。で、なんか今何、今はもう大丈夫か。俺っちが買えたもんね。うん、セブンで、セブンで普通に買えたんで。買えたから、うん、なんか買えない人がいるみたいな噂聞いたけど、ね、あ、普通に買えた。全然買えると思う。10個、まだ10箱ぐらいあったんで、セブンに。
積んだってよ、積んだった、入り口のレジの前にいつもバババババーンって。ああそうなの、うん、あなんだ、どっか一部のとこじゃないかな、誰か買い占め、うん、うん、かもしれません。さすがのね、美味しいよ、美味しいです、美味しい、皆さんもぜひ試してみてください。試してみてください、試してください、はい、ありがとうございました。